当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。以前にベンチプレス100キロ上げてた男、2年間まるまるサボってました。再びベンチ100キロを目指します。じゃあね、ダンベルプレス、ダンベルプレスで今の重量が、実はベンチプレスからダンベルプレスに変えてます。そう、そのダンベルプレスからベンチプレス換算っていうのができるらしいのですね。なのでまあその重量的に今どれぐらいの重量なのかっていうのをね、今実際に見ていきましょう。これ1本が、これ1本が 2.5キロだから、2.5 でしょ、5キロ、10キロ、5キロ、2つ、5キロ2つの、だから 22.5、 2.5キロ2つ、27.5 で、まだ 2.5キロ、 2.5 キロ2つだから5だから、うん、32.5 かな、32.5。ベンチをあんまりやってないから今ダンベルプレスにしてるんだよね、うん、だからまあ目標はベンチプレス100キロだから、 32.5 キロのベンチプレス換算で言うと、これを12回上げれば100キロ換算なんですって。32キロで12キロ、あ、32キロを、片っぽ32キロを12回上げると100キロ計算なんだってっていう感じです。だからこれで、これが12回上げれれば、片方 32.5 を12回上げれれば100キロいったことになるから、やってみましょう。これで12回、片っぽ30キロ、 32.5キロ、片方 32.5キロ、片方 32.5キロだからね、目標12回、やっていこう。12回いけるかな、いける気がするな。
15回、15回、15回だと何キロ換算だ、 32.5、 15キロ、15回、重てこれね、ダンベル片手の重量を32キロを15回きた、106キロ、ベンチプレスで106キロ換算だ、106キロまでいけてる換算なんだって。こうやってねやってます。筋トレはねやってんのよ。ちょっときつかった。こうやってねちょっと続けてますから、続けて、106キロ疲れた、またねちょっとね回数を増やしてまたやっていけていければなと。この企画はねちょっと半年に1回ぐらいだね、成果を上げるぐらいまたやっていきますんで楽しみにしておいてください。いや疲れた、15回きついな。まあ見てもらえば分かる通りというかまあ分かるかな。正直全くもって進んでおりません。全くもって進んでない、むしろ物が増えてる。全くもって物が増えてます。ひどい状態なんですね。まあもうねやっぱりさ、タイヤとかあんじゃん、そこのね毛布の下も全部タイヤなの。あれタイヤホイールなんですよ。でここにねこうタイヤがあったりとか、もうね全くもって進んでない。やっぱりねもう他になんか倉庫がないと、まあ、この道具たちはねもうねどこへも行かせられないっていうか、この荷物をどっか一旦移動しないとダメだから、このねこんなのもあんだよ。これひどくない？これ。これどこにあんのみたいな、これ。あんまりひどいから、あんまりでもひどいね。まあだからね、大人の秘密基地、ますますひどい状態になってるということですね。ますますひどい。マジでひどい。あれたまに飲んでるんですよ。たまに友達と飲むんですけど。飲むときはここでね、ここの飲むスペース、飲むスペースを開けてあるんです。きちんと開けてあるというような状態ですね。きちんとまあ開けてあるんですけど、ここでまあソファーでこうみんな飲むんだけどね。一旦だから何かこういうふうなね、片付けるもの買って、ほらこういうのあるじゃん、こういうの。これやっぱガレージ見つけないとダメだな。どうしようもだな、どうしようもできない。さらにひどい状況です。さらにひどい状況。これだからね、一旦まあ今後やっていく中で、まあグータライフの方でお届けする感じはね、やっぱ片付けがメインになるから、せっかくねこうバーカウンターがあるのに、バーカウンターも酒まみれと空き瓶まみれと、ひどいね、ひどいひどいね、なかなかにひどい、ひどいな。これよくわからんもんが、もうこれね、これとか本
単語かな。これはね、あれだ、視聴者の方にいただいたやつ。これは修理途中と。ここはビリヤード台なんですよ、実はこれ。ビリヤードなの、これ。ビリヤードなんかもう1ミクロンもできないっていうね、相当にひどいな。まあなのでね、これはちょっと一旦グータライフの方に、このね、大人の秘密基地は移動しますが、まあ何かこうきっかけがないと進まない感じですね。なんでこんなシートがあるのみたいなね。ひどいな、ひどいよね、なかなかでしょ、これはひどいよ。なんかきっかけがないと進まないですね。全体像もう一回見しておく、もう一回見しておこう。これね、広くなればすごくいいんだけどさ、ほらかなり良くなると思うんだけどさ。まあ企画が始まってからまたさらにひどいという状況になります。これは一旦グータライフでね、今度まあ片付け風景はやっていきますが、ちょっとひどいよな。ひどすぎるよ。きっかけがないと多分進まんな、これは。ダメだこれ。まあ、ということで今日は2つの再生リストを一気にまあ流していきました。まあ、というのもこの再生リストだとちょっとグータラズの方ではまあちょっと趣旨が違うかなということで、まあ、これを最後に、この再生、2つの再生リストはサブチャンネルグータライフの方で今後お届けするようになります。そっちでまあちょこちょこ上がっていきますので、まあどちらともそんなにまだまだ上がらないと思いますけどね。まあ100キロを目指していた動画、まあ数年前までは100キロ上げてたのに筋トレをサボってて上がらなくなり、それが今回はもうね、あの最近あのベンチプレスじゃないです、ダンベルプレスにします。というのもまあこれはこうやってね、一日こもってるんですよ、部屋の中で一日こもりっぱなし、まんまる一日こもってます。まあだいたい時計修理して編集して、時計修理して編集して繰り返したので、外に出ることがありません、ほぼほぼないんですよ。なので運動しなきゃダメな理由の一つだったんです。なのでまあ筋トレを始めてるんです、始めてたんですけど、でベンチでね100キロ目指してたんだけど、ベンチだと高負荷を1回バーンと上げるんですよ、1回バーンと上げるんだけど、もっと動かしたかったもっと動かしてと思って、それでダンベルプレスに変えたんです。でダンベルプレスもその片方の重量、例えば今は 32.5 だから、片方 32.5 でやってるから、それでまあ動かしていって、その換算方法もあるらしいです。ベンチプレスに換算すると何キロという、そういう計算式もあるみたいで、で今上がったのが 32.5 を15回上げれました。でまあ32キロで15回上げると106キロなんですね。でまあ今 32.5、 500g 多いけど、多いからそれで15回、もうちょっと上がってると思うね。ベンチプレスだともうちょっと上がってる、106、7、8くらい上げれる感じになってるから、だからおそらく100キロは上げれると思ってたもん、100キロは多分超えてると思ってました、だからまあ筋トレ毎週週3回くらいしてます。昨日やったからちょっと筋肉痛、ちょっと筋肉痛ですね。別にダイエットしようと思ってやってるわけじゃない めっちゃ食うし、めっちゃ飲むし、ビールばっか飲むし、日本酒も飲むし、痩せてない痩せてない。で筋トレして筋肉めっちゃついたから、多分体重もめっちゃ増えてる別に痩せようと思ってやってないから、ただ筋肉ついてるから、もう結構ついたからさ、腹減るんだよ、めちゃくちゃ腹減るの、すごい腹減る、燃費が悪い体になってます。まあ仕方ないですけどね、まあ今後はね、この100キロはまあとりあえず超えた、100キロは超えたと思ってます。まあ換算式でも超えてる感じになってるから、まあ、超えたんでしょう。今後はグータライフサブチャンネルの方で上がっていきますんで、そちらもね、まあ上がるときはね、こっちのメインチャンネルで上げますよっていう告知はしますから、そのときまた楽しみにしておいてください。であともう一点ありましたね、もう一つ新企画、大人の秘密基地というのをやりました。全4話やったんだけど全くもって進まない。
あのね、もう荷物が増えた荷物が増えちゃって、企画をやった時きれいにして、でバーだったから、バーをまた取り戻そうっていう、きれいにして、でバーをまたやりたいという、あそこにね、時計とかこうバーと飾ってね、そういったそうお店をね、お店をやるかどうかわかんないけど、秘密基地を作りたかった。まあ、ゆくゆくはお店をやりたいんだけど、そういうのを作りたかった。もう荷物がまた増えて、日中もさんとおりだ、無理だ。ガレージとかがないと正直無理です。まあ今後はあのね、ちょこちょこやっていくのは、またこれもね、グータライフの方でサブチャンネルの方で上げていくと思いますけど、ちょっとね、なんかのきっかけがないと進まないだろうね。きっかけがないと進まない。荷物が多いんだよ。めちゃくちゃ多いね。ホイールとかあるじゃん。ホイールとか。ホイールもめっちゃあるから、何セットぐらい、かなりセットがあるけど、車好きだとね、みんなホイール持ってるじゃないですか。何セットか持ってるじゃないですか。そういう感じであるから、あとカートもあったりしてさ、カートもね、前の会社の社長からもらったんだよね。あれでね、ドリフトカートを作りたいと思ってたんですよ。ドリフトカートを作りたいと思ってて、で、撮ってあるんだけど、多分作れるかな。ちょっとまあその辺も考えて、まあでもまあきっかけがないと、大きなきっかけがないとちょっと進まないと思いますけどね。これはね、ゆくゆくはどうにかしてお店をしたいと思ってますから、その模様はグータライフの方でまたねやっていきます。まあこの我がグータラーズの方からサブチャンネルグータライフの方で、まあお引越し、今回ね2つのお話はお引越しということで、今回グータラーズでお届けするのはこれが最後、次回からはグータライフの方でね、サブチャンネルの方でお届けしますので、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。まあ結構ね、グータライフの方も全然動画は作ってないんですけど、今またちょこちょこ作り始めてます。やっぱりこっちの方で毎日やってるとね、ちょっと時間もないから、ちょっとこの毎日投稿をやめるのか、はたまた自分に夢中ってさらに茨の道を突き進むのか、どっちかになりますけど、やってない企画もまだまだありますからね、そちらもね頑張ってやっていこうと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ではですね、グータライフのサブチャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。ということで、こういった日々のさんにインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ではまた、この企画でおしてはね、グータラスの方では最後になりますが、今後はグータライフサブチャンネルの方でお届けしていきますので、楽しみにしておいてください。ということで、本日もご視聴オルドショー。